最後に見慣れないおばちゃんの写真ですけど、私にとっては、大切な大切な人物であります。14歳で日本に渡ってきました。14歳で結婚しました。相手は30何歳、私のおじいちゃん、彼女は私のおばあちゃんであります。途中で戦争も体験し、まあ、生きていくのがやっとと、もう泥水をすすって、上から子供たちを守ってというので、もう精一杯という状況でありました。まあ、日本にいてですね、韓国の国籍で、言葉も片言で、知り合いも頼る人もいなくて、14歳で渡ってきたわけですね。辛いですよね。分かんないですよ、何も。14歳って言えばまだ娘ですよ。中学生ですよ。一人で見知らぬ国にやってきて、辛かったと思いますね。そんなおばあちゃんが私の父、私の母、父はもう中学の時には家族の支えて、経済支えて、まあ、7人の兄弟、一生懸命仕事をしました。大変苦しい生活の中で這い上がっていって、闇の焼酎を作って、豚を育てて、なんとか生きていくということで生活をしておりました。そんな中で私が生まれました。1957年でございました。私は生まれた頃にはもうすでに少しは生きていけると、まあトタン屋根のボロボロの部落に住んでましたけどね、村。もう私の戸籍は佐賀県鳥栖市五軒道路無番地って書いてあるんです。無番地ならわざわざ無番地って書かなきゃいいのにと。不法住居ですから、自分たちの土地ではなくて、線路の国鉄の線路の脇の空き地にトタン屋根で板を張って住んでるわけですから、まあ、正式に戸籍を認めるわけいかないということだったんだと思います。無番地で生まれました。私が今でも覚えてますけど、3、4歳の頃、もうおばあちゃん可愛がってくれました。毎日散歩に連れて行く。父と母、今日来ております。私の父と母のおかげで存命で元気にしておりまして、今日この会場のどっかにいますけども、一生懸命に、もう本当に一生懸命に仕事しておりましたので、いつも留守ですね。私を子守してくれたのはおばあちゃんでした。毎日おばあちゃんが、正義やーって散歩行くぞー、僕は喜んでおばあちゃんについて、おばあちゃんが散歩行くぞーっていう時はリヤカーですね、リヤカーに乗ってしがみついて、まあ、あんまり言いたくないんですけどね、その今でも覚えてます。なんとなくリヤカーが黒っぽいんですね。滑るんですよ、ぬるぬるして。そのリヤカーはドラム缶を半分に切って、なんか3つ4つ積んであって、そこに、飼っている豚の餌を、残飯をですね、鳥栖市の駅前の近所の食堂から残飯をもらって、それを集めて豚の餌にして育てると。一生懸命ですよね。私はちっちゃいから分かんない、ただリヤカーに乗って楽しく行けると、ただなんとなくぬるぬるして、なんか腐ったような匂いがして、雨上がりの凸凹道だと水たまりでね、ぬるっと滑ったら落ちて死ぬなと思いながら、しっかり捕まっとけよって言って、それについていってたわけです。おばあちゃん大好きでした。もうその日が忘れられないですね。で、大人になって今見るとリアカーなんか乗りたくないですよ。恥ずかしいですよ。でもその頃は子供だから別に辛いということではなくて楽しかった。その後に少し物心ついてくるとですね、あれほど好きだったおばあちゃんが
大嫌いになったんですね。なぜ嫌いかというと、おばあちゃんイコールキムチなんです。キムチイコール韓国なんですね。そうするとそれにまつわるさまざまな生きていくのに辛いことがやっぱあるんですよね。あんまり例挙げたくないけども、やっぱり辛いこといっぱいあるんです。そうするとやっぱり息を潜めるように隠れるようにして、やっぱり日本名で生きてるわけですよね。ですからなおさらそれがコンプレックスになっておりました。あれほど好きだったおばあちゃんが大嫌いになったと、避けて通るというふうになってしまいました。そんな時に私の父が吐血をして入院しました。もう家族の危機ですね。1歳年上の兄は高校を中退して、泣き暮らしている母を支えて、家計の収入を賄って、父の入院費と、家計のサポートをし、母も一生懸命仕事をする。僕にとってはもう突然降って湧いたような家族の危機、何としても這い上がらなきゃいけないということでした。どうやって這い上がるか、私は事業家になろうと、その時に腹をくくったんですね。一時的な解決策ではなくて、中長期に家族を支えられる事業を起こすぞと。中学生の時に腹をくくったんです。ちょうどその時龍馬が行くを読んだんですね。目から鱗でした。いじいじうずうずぐじぐじしてた自分が情けなく思いました。人種だとかなんだとか、そういうつまんないことで悩んでたということ自体がちっぽけな人間だったなというふうに気づきました。そこで事業家を志してアメリカに行こうと、アメリカに渡ろうと、まあ、言ってみれば脱藩のようなもんですね。母は泣きました。友達も先生も全員止めました。ばあちゃんも心配して、正義行くな、もう泣いて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 暮らしました。母も毎日泣いてました。行くなと、そんなわけのわからない怖いとこ行くなと、行ったら帰ってこれんよと。僕は振り切って行くと、俺はアメリカ行って事業家になるなんか種を見つけてくると、そこで何か掴んで日本に帰ってきて事業を起こすと、絶対に家族を支えてみせると。親戚のおじちゃんとかおばちゃんには言われました。いとこにも言われました。正義、お前はなんちゅう冷たいやつだと。父親が血を吐いて生きるか死ぬかのところでさまよってる時に、お前は父を置いて一人でアメリカ行くんかと、お前のエゴのために行くんかと言われました。私は言い返しました。そんなんじゃないと、家族を支えたいから行くんだと。もう一つついでに言っとくなら、今まで自分が悩んできた国籍だとか人種だとか、同じように悩んでる人たちがいっぱいおると、俺は立派な事業家になってみせて、孫正義の名前でみんな人間は一緒だと。証明してみせると、心に誓ったんです。